飛行機は無事ティレニア海に不時着した。そして全員サルデニア島エメラルド海岸に上陸することに成功した。トリッシュは亀の中に隠し、ジョルノとミスタは丘の上で敵を警戒しながら見張っていた。ここにボスの過去と正体があるのか。なんだこのメスは。まさか敵はすでに来ていたのか。そのメスを投げた野郎はまだ動いていない。ブチャラティ、崖の上にいる呼吸は一人だけですが、だんだん息が小さくなってきている。瀕死だ。よし、俺とナランチャで崖の上を調べに行く。アバキオ、お前はすぐにムーディーブルースでリプレイに取り掛かる。必要な時間はどのくらいだ。15年前まで遡るかな。8分から10分はかかるだろう。5分でやるんだ。そしてムーディーブルースのリプレイでボスの正体が分かり次第ここを去る。ナランチャ、行くぞ。男が倒れている。生きているのか。呼吸も完全に停止してるし、間違いなく死んでいる。あの男は多分暗殺チームのリーダーだ。そして彼はそこで誰かに邪魔者として殺されたのだ。両者とも予想以上の能力だったので、生き残った方も今負傷しているのだ。もう一人の奴はまだ近くにいる。そいつはとても危険な組織の追手だ。タイマーはもう25日だ。6月も終わっちまうぞ。まだか。本当にトリッシュの記憶、6月なんだろうな。15年前の。どこ蹴飛ばしてんだよ、下手くそ。おい、お前らやかましいぞ。もっと向こうの浜辺の広いところでやりな。なことわかってるよ。たまたま蹴っちゃったんでな。行くぞ。ほらちゃんと蹴れよ。ちゃんと。やはり生まれ故郷はいい。ついている。リゾットとは苦しい戦いだったが、奴を倒した後子供に変装してよかった。こうしてアバッキーを始末することに成功したのだからな。バカな、バカな、畜生、そんなバカな。早く直せよジョルノ。何もたついてんだよ。早く直せって言ってんだぜ。蹴り入れるぜこの野郎。ナランチャ、もう直せないんだ。すでに死んでいる。一瞬だ。至近距離であっという間に起こっている。アバキオとあろう者がなぜこれほどまでに敵に近づかれてしまったのか。このまま直ちに去らなくてはならない。全ては俺の責任だ。この場所からはもうボスの手がかりはつかめない。何言ってんだよブチャラティ。一人ぼっちで置いていくのかよ。俺は嫌だよ。これは命令だナランちゃん。アバッキオも覚悟の上ここに来たのだ。出発するぞ。待ってブチャラティ。アバッキオの手にどこかの岩の破片みたいなものを握ってると何か意味を感じる。オールドエクスペリエンス。生命を与えテントウムシにした。何かアバッキオの意志を感じる。何の破片なのか元のところに帰るのだ。おい見ろ、石碑の影よく見ろ。どこの部品かよく分かるぜ。そしてアバッキオはどうやらリプレイは終了していたみたいだな。こらデスマスクだ。リプレイの最後の顔、アバッキオの最後のスタンドエネルギーで変身した顔の形を石面に押し付けたんだ。これで正体にたどり着ける。アバッキオは最後に残してくれていた。これがボスの素顔だ。俺の意志はあいつらが感じ取ってくれるだろう。
インターポールの記録に侵入してもダメか。やはり15年前のこの顔を覚えている者を直接探すしかないのか。そんなことはないぞ。君たちは追跡をもう終えている。あとは倒す方法を見つけるだけだ。君たちはディアボロを倒したいのだろう。私は味方だ。貴様何者だ。名を名乗れ。私の名などどうでもいい。肝心なのは君たちが奴を倒せるかどうかだ。お前はスタンド使いのようだな。ボスを倒す方法を知っているのか。奴のキングクリムゾンは無敵だ。しかし倒す可能性は知っている。君らはそれを手に入れなければならない。手に入れるだと。私のところローマに来れば君たちに可能性を渡せる。ローマだと。さっきからお前は俺たちに何をさせたいのだ。これから画像を送るが、君たちの何人かはこれを知っているはずだ。これは嫌だ。いや、似ている。君たちは私のところまでこれを取りに来るのだ。この矢には秘められた英知があるのだ。それを教えよう。キングクリムゾンを超える力を手に入れなくてはならない。ローマに来るのだ。この矢はあの男を倒すたった一つの最後の手段なのだ。俺たちがこれから手に入れなければならない秘められたその矢の使い方とは何だ。それはローマで私と会わなくてはどうしようもない。だがその使い方を知った時、そのものを新しい次元に引き上げるのは保証しよう。キングクリムゾンを倒すにはそれしかないのは確かなのだ。あんたの話には確証がない。しかし何者か知らないが、ボスが聞いたらあんたを始末しに来るのは確かだ。あんたを信じよう。落ち合う方法はローマのコロッセオに来るのだ。来ればわかる。何時だろうと私は待っている。コロッセオだ。そこで全てはわかる。もしもし。はい、ドッピオです。妙だドッピオ。ブチャラティたちの逃亡の仕方に迷いがない。何かを追跡するようにローマに向かって停泊してあったボートを沖に進めている。あの裏切り者どもは間違いない。俺の知らない何かを掴んだのだ。掴んだって？一体何を？思いもよらぬ何かだ。追うのだドッピオ。お前が直接追跡しなくてはならない。そしてチョコラータとセッコ、あのゲスどもの力だけは借りたくなかった。やむを得ん。二人に行く手を阻止させろ。だがしかし必ずお前はあの二人に追いつかなくてはならない。特にチョコラータは最低のゲスだ。多分ローマ中をめちゃくちゃにして回るだろう。最後はお前が仕切らなくてはならない。信用できるのはお前だけだ。いいな。お前が一番なのだよ。わかりました、ボス。僕もそれが生きがいです。